皆さんこんばんは。全然皆さんの熱気が強くなるような気がします。元気ですか？皆さんが待ちに待った宮みこしがやっとってか、ついに出来上がってきました。いましたか皆さん、宮みこし。まだ見てない。皆さんのご期待に沿えるような立派なおみこしになったと思います。明日が、お披露目、松平健さん来てくれますよ。明後日が本番です。明後日本番にかけて今日は肩慣らしを皆さんこの町内みこしでやってください。楽しさが前にありますと今日のこの宵宮もまた一段と楽しくなります。ただ皆さん怪我しないように頑張ってください。どうもありがとう。ありがとうございます。続きましてまちづくり代表会議会長土橋武雄様よりご挨拶を賜ります。お願いいたします。皆様こんばんは。今石渡会長がお話しになった通り、今年は宮みこしが明日明後日とこの氷川神社の町内を全部回ります。ぜひ日曜の雨が降らないように祈っていただいて、そしてこの宮宮も町づくりのこの水高坂の一環として最初は行いましたが、もっともっとそれを超えるような大きさになってまいりました。ぜひ元気よく、そして氷川神社の氏子らしくしっかりと担いでいただけたらと思います。頑張ってください。続きまして宵宮巡行の神輿出汁を保有されております武雄市長会会長梅宮浩二様よりご挨拶を賜ります。梅宮様お願いいたします。こんばんは。友人がお二人がお話しされましたので、私から話しすることは何もございませんが、一言だけご挨拶申し上げます。今日は大安非常にいい日に赤坂氷川祭宵宮を迎えましたことは誠におめでとうございます。言いましたら今日から3日間宵宮でございます。今日が大事な日でございます。皆様の手ついて雨が降ったこの空を飛ばしまして、素晴らしい日としていただけたらと思います。そして3日間この盛大に盛り上がるお祭りができますことを記念いたしますとともに、皆様方聞き手、それから担いでご列席の皆様方、それから見学というか見てられる皆様方のご健康と幸せを願いまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。皆様ありがとうございます。それでは続きまして、皆様の無事の巡行を記念いたしまして、おみき拝戴に移らせていただきます。それではお酒のご準備ございますので、お酒お取りになってお願いいたします。またお酒以外のものもございますので、ご自由にご希望そのままにお取りください。ご準備お願いいたします。おみきとお茶のご準備がありますので、皆様お席取ってください。お酒飲めない方、お酒飲めない方いらっしゃいます。お飲めない方、
すごい。あ、いただきます。お酒飲めない方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？あ、そうね。お酒飲めない方いらっしゃいますか？家のすぐ。お酒じゃなくてお水もありますよ。でもお水、そしてお茶、お水のご用意ありますので、お水はお手に取ってください。宮崎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 皆様お手元に届いたでしょうか？まもなく乾杯と言いますが、よろしいですか？でも合います。それでは乾杯の発声は赤坂青年部有志会カーレン会長石毛津雄より執り行いたいと思います。お願いいたします。皆さんありがとうございます。お越しくださいました。ありがとうございます。これもできるのも、赤坂の皆様のおかげでございます。それとあと赤坂警察署のおかげでよって、巡行できることとなります。9時までの短い時間ですけれども、皆さんが、元気に楽しく怪我なく巡行できるように、記念いたしまして杯をあげたいと思います。それではご唱のほうお願いいたします。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ご来場。ありがとうございます。はい、カップどうぞ、こちらどうぞ。はい、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 どうぞ。Hola, hola, hola. Hola, hola. Thank you. それでは次に、式の結びに本日の巡行の安全を記念いたしまして、一本締めを行います。一本締めの音は赤坂氷川祭祭礼委員長井出の安政に、安政様よりお願いいたします。失礼いたします。井出様お願いします。井戸谷ちゃん、はい、改めまして、こんばんは。平成28年、赤坂氷川祭、まじにぎわいのこの宵宮がスタートです。ぜひ参加の皆さんで、この今年度の氷川祭盛り上げていただきたいと思います。それでは、宵宮の無事の巡行と、明日、明後日の、巡行も皆さんの力で大成功に、全ての者とに行われますことを記念いたしまして、一本締めで、手を締めさせていただきます。手のひら拝借します。よーい。よーい。皆様ありがとうございました。それでは、これより出発となります。引き手の皆さん、担ぎ手の皆さんは、誰もいないよ。